アルビレックス新潟、アルビレックス新潟、アルビレックス新潟、アルビレックス新潟は、日本の新潟県新潟市及び北貫原郡聖堂町をホームタウンとする、日本プロサッカーリーグ、J リーグに加盟する、プロサッカークラブ。1955年、新潟秋の高校 OB が中心となって創部した、新潟イレブンサッカークラブが前九百九十五年、 白鳥座にある二重星アルビレオに由来するアルビレオ新潟 FC に改称したが、1997年、商標問題からクラブ名の改称を決定し、県民投票の結果アルビレオとラテン語で、O を意味するレックスを掛け合わせた造語であるアルビレックス新潟に改称した。1999年に J リーグへ加盟。ホームタウンは、 ホームスタジアムデンウィックスワンスタジアムがある、新潟県新潟市とクラブハウスのある、北カンバラ郡聖浪町。マスコットキャラクターは白鳥をモチーフに2000年に登場したアルビ君。近隣にライバルクラブは存在していないが、2007年頃から企画先行ながらバンフォーレ甲府との対戦を、川中島ダービー、モンテリオ山形との対戦を、天地人ダービーと呼ぶようになった。 なでしこリーグに参加する女子チームアルビレックス新潟レディース2002年創設活動開始を持つほか会場の応援を彩るチアリーディングチームも運営しているまた J リーグ100年構想による総合型地域スポーツクラブを目指しておりバスケットボールの B リーグに新潟アルビレックス BB がバスケットボール女子日本リーグ機構 WJBL に 新潟アルビレックス BB ラビッツが参戦しているほか2004年にスキースノーボードのチームアルビレックス新潟を2005年に陸上競技の新潟アルビレックスランニングクラブを創設さらに2006年にプロ野球独立リーグベースボールチャレンジリーグに参戦する新潟アルビレックスベースボールクラブが2010年にモータースポーツのアルビレックスレーシングチームが 創設されている。なお、各アルビレックスはイメージカラーを共有しているが、各競技チームの運営会社は全く別個の企業であり、各運営会社間に直接の資本関係等はない。1955年、新潟イレブンサッカークラブとして創部。1982年には社会有料団体、有料スポーツクラブとして文部大臣賞を受賞した。 1991年、新潟県サッカー協会は 2002FIFA ワールドカップの開催地に立候補することを決定。翌1992年に新潟県議会でも可決。ワールドカップ招致活動の一環として掲げられたプロサッカークラブの創設と短期間での J リーグ加盟を実現するため、新潟県社会人、サッカーリーグからのスタートとなるクラブの新設ではなく、天皇杯。 全国社会人、サッカー選手権大会などの全国大会への出場経験を持つ北新越リーグの新潟 11SC を強化することになり、1995年、県サッカー協会の強化指定を受けた新潟 11SC を母体に、新潟宿友会の主力選手を加えて、チーム名をアルビデオ新潟 FC に改称した。新監督に、 県の外国人スポーツ指導者招平事業により来県していたフランツ・ファン・バルコムが就任し、新潟イレブン SC の監督を務めていた若杉トールは総監督に就任した。1996年、チーム母体を法人組織として株式会社を設立。クラブ名をアルビレックス新潟に改称して臨んだ1997年は北信越リーグ連覇を果たし、 日本サッカー協会及び J リーグより、地域リーグ所属のクラブからは唯一となる1999年に開幕する J2 への参入を承認された。1998年、全国地域リーグ決勝大会を勝ち抜き、ジャパンフットボールリーグに昇格。JFL は永井義和監督の下で臨んだが、順位は11位と低迷。翌年からの J2 参入に向けて、 チームを強化するため、26名の選手のうち17名との契約を打ち切ることになった。J2 昇格後は、秋端田弘や鈴木慎吾、寺川農人ら、各ポジションに J リーグ経験者を含む即戦力を補強した。2000年には、新潟出身の元日本代表、神田勝雄が、2001年には同じく代表経験のある黒崎久志が加入した。 昇格者年度の1999年は J2 開幕から7連勝を記録してリーグ中盤戦まで首位をキープするなど検討し最終順位は4位となった。長は2000年まで監督を務めたが J1 昇格はならなかった。2001年新監督にソリマチコージが就任。日韓 W 杯の会場に選出された新潟スタジアムを主な舞台に 元日本代表の山口祖、広市、船越雄造、マルクス、安江が倉らが活躍し、2003年に広島、川崎との熾烈な昇格争いを制して、J2 優勝、J1 昇格を決めた。優勝を決めた最終節大宮戦には、ビッグスワンに42,223人のサポーターが詰めかけた。詳細は、2003年、J2 第43節。 最終説を参照。マルクスは2002年19得点、2003年32得点と2年連続で J2 得点王となった。J1 昇格後も2005年までソリマチが指揮を取った。昇格1年目の2004年は、エジミューソン、ファビーニョラブラジル人を中心としたカウンター戦術で、セカンドステージで4連勝をマークするなど一時上位争いを展開し、 最終節を待たずに残留を決めた。また、新潟県中越地震の影響、余震及びスタジアム駐車場が自衛隊の前線基地となったにより、10月、11月に予定されていた新潟スタジアムでの2試合は、国立霞ヶが丘陸上競技場、平塚競技場で大体開催された。大体開催も新潟サポーターは県内から多数駆けつけ、 手製の横断幕を持って応援した。地震直後の試合となった、柏レイソル戦では試合前に、会場全体で黙祷が捧げられた。2006年から2009年までの4年間は、鈴木厚氏が監督を務めた。鈴木は、マルシオリシャルデスや矢野タ明を中心とした、攻撃的なチームを作り上げ、2007年に、J1 昇格後最高順位となる6位の成績を、残した。 また、この年には矢野が、クラブ初の日本代表に選出され、3月24日に行われたペルー代表戦で、初キャップを記録した。中心選手だった、エジミューソン、坂本進宝が移籍した2008年は、残留争いに巻き込まれるが、2009年には4から、3から3の攻撃的なフォーメーションを敷いて、上位争いに顔を出した。鈴木の後任には、 ヘッドコーチから黒崎久志が昇格し、2シーズン連続で J1 残留に成功した。2010年は11試合連続無敗のクラブ記録を作り、その間2004年以来6シーズンぶりに4連勝を記録した。しかし、黒崎の在任中、前述した矢野、J リーグベスト11に選出されたマルシオをはじめ、代表経験のある坂井隆則、総英哲と、 多くの主力選手が国内外へ流出し、2011年終盤から得点力不足に悩まされた。2012年は開幕から3連敗を喫するなどを降格圏内に沈み、黒崎は2012年5月に辞任した。シーズン途中での監督交代はクラブ史上初のことだった。黒崎の辞任後、2011年までジュビロ岩田の監督を務めていた。 八木下た明が監督に就任し、チームは白表の J1 残留に成功した。残留争いは最終節までもつれ、新潟が勝利しても、なお自力での残留は、困難な状況の中、最終節で勝利。残留を争うビッセル神戸とガンバ大阪が、共に敗れ、逆転で15位に浮上して、J1 残留を果たした。最終節に至る経緯は、 2012年 J1 最終節が詳しい。J1 連続在籍10年目を迎えた2013年は、川又健吾の活躍とともに、夏場から調子を上げ、J1 残留を決めた第30節から最終節まで、クラブ新記録となる5連勝を記録し、3年ぶりの1桁順位となる7位でシーズンを終えた。翌28日には2014年もやぎしたが、 引き続き指揮を取ることが発表された。2014年は W 杯の中断機会まで7位であったが、金鎮種、川又健吾の対談や怪我人の影響もあり12位で終了。11年ぶりに2ステージ制に戻された2015年は終盤まで残留争いに加わってしまうものの、最終的に年間15位で残留を決めた。J リーグカップでは、 クラブ史上初の決勝トーナメントに進出し、ベスト4の成績を残した。シーズン終了後に、八木下が監督を辞任した。2016年は、前年歌手の監督だった、吉田だるまが監督に就任した。開幕戦となった湘南戦は、勝利を飾ったものの、次節で早くも、守備の脆さが出て大敗。それから成績が振るわず、ファーストステージを13位で、終える。 セカンドステージも開幕四連敗を喫するなど波に乗れないレンタルで三人放出したにもかかわらず補強がなかったことによる戦力不足に加え怪我人が多発したことも響いた残留争いの直近の相手であるゴーフ名古屋に敗戦し降格圏内まで勝ち点差一に詰め寄られたことが決定だとなり9月27日に吉田監督一家コーチ陣は四試合を残しての 解任となった。後任はコーチを務めていた片淵光一郎が就任した。その後残留争いは最終節までもつれた。勝てば残留という状況の中、広島戦も敗戦を起死勝ち点で名古屋と並んだものの、得失点差で上回りから応じて年間15位で残留を果たした。年間勝ち点30での残留は、現行の18チーム制になってからは、 史上最小の記録である。2017年は、前年長野の監督であった、三浦文武が新監督に就任するも開幕から、リーグ戦10試合でわずか1勝と低迷。第10節の川崎戦で敗れ、試合後に三浦が辞任。後任に、ロペス・ワグナーを招聘した。ロペスの偉人となった第12節札幌戦で、リーグ2勝目を挙げたが、その後は、 リーグ戦16試合勝ちなしとクラブワースト記録を更新するなど低迷してしまった。11月17日、第32節の甲府戦には勝利したものの、他会場の結果により、昇格14年目にして、初の J に降格が決定した。最終的には、第29節の G 大阪戦から5勝1分と、副調子17位で終了。シーズン終了後、ロペスの退任と、 神田勝男教科部長の退任が発表された。監督の後任には鈴木正和に内定した。チームカラーはオレンジと青、白。オレンジと青はチーム名の由来となった白鳥座のアルビレーを日本海に沈む夕日、日本海と品の川に白は白鳥と雪から取られた。 ホームスタジアムは JFL に加盟した1998年から2000年までは、新潟市陸上競技場のみだったが、2001年に、新潟スタジアム、ビックスワン、電気化学工業の施設命名権購入により、2014年から、電化ビックスワンスタジアムの完成後は2カ所併用となる。ただし登録上の本拠地は、新潟陸のみのままで、新潟市 純本拠地の扱いだったが、ビッグスワンでの試合比率を増やし、過半数の試合を開催して事実上の移転となった。2004年の J1 昇格後のホームゲームは、すべてビッグスワンで開催している、J リーグへの登録上の本拠地は2004年から2012年までは、この2箇所を併記されていたが、2013年に、新潟市陸上競技場の本拠登録を抹消した。 ただし J リーグファンガイドでの掲載は2011年以後省略されている。なお、2004年新潟県中越地震により、リーグ戦と天皇杯の新潟市間、扱いのそれぞれ1試合ずつは関東地方の競技場に振り替えられ、2014年最終節は大雪の影響で茨城県立鹿島サッカースタジアムで開催した。2004年、J1 の高参賞また、ビッスワンは、 J リーグアウォーズにて、6度、2007年、2009年、2012年、2013年、2015年、2016年、ベストピッチ賞を受賞している。スタジアム内の場内アナウンスは新潟お笑い集団、名マから森下秀也、中村博和、大野正也が歴任している。練習場は主に、聖路町にあるクラブハウスのピッチを使用しているが、 新潟市陸上競技場、柴田市泉の運動公園陸上競技場、同市泉のサンスポーツランドを使用する場合もある。短期合宿は10日、長子のベルナティをクロアチアピッチで行うことが多い。J リーグでも屈指の観客動員力を持ち、2003年度は J2 所属ながら J1、J2 を通して最多の観客動員数約66万人を記録した。 2004年度は、浦和レッドダイヤモンズが J に所属だった2000年、この年トップは、鹿島アントラーズの約26万人を除き、1996年度から守り続けていた J1 年間観客動員トップの座を初めてダッシュする約56万5000人、1試合あたり約3万7700人の動員を記録した。2005年には年間68万人までに伸び、 2003年から3年連続で J リーグ、J1J に含む1位の観客動員数を記録した。この観客動員数が評価され、クラブは2003年、2004年と2年連続で J リーグアウォーズジョイン賞、チェアマン特別賞を受賞している。しかし観客動員は2006年をピークに減少が続いており、2011年には平均3万人を割り込んだ。 同年7月13日のバンフォーレ甲府戦では J1 昇格後最小となる13,644人を記録しており、クラブ側も観客動員数の回復を喫緊の課題と捉えている。2013年に動員の下落は下げ止まりの感を見せたものの、長らく浦和に次ぐ2番手だった観客動員数は横浜 F マリノスに抜かれて3位に転落した。2014年は 最終節の延期の影響もあり4位となった。アルビレオ新潟への解消以降、クラブには200人を超える選手が在籍した。最多の出場試合、最長の在籍期間は共に、新潟県内出身の本前竿で、2014年で、在籍15年目、出場試合数は300を超える。最多得点選手は、ブラジル国籍のエジミューソンで、116試合に、 出場して62得点を決めている。エジミューソンをはじめとした外国籍選手の国籍は延べ7カ国を数え、最多は常駐のスカウトを派遣しているブラジル国籍選手である。監督の交代は J リーグ昇格以前から少なく2年未満の短期間で辞任した監督は吉田だルマのみ。アルビレオ解消後最長の在任期間はソリマチ工ウの5年。 最短は、吉田達馬の9ヶ月で、シーズン途中で辞任した監督は、黒崎久志と吉田達馬の二人である。J1 での最高順位は、鈴木厚が指揮を取った2007年の6位。最高地点は、八木下正明が指揮を取った2013年の55点である。クラブの J1 昇格10周年を記念し、2013年11月から12月に、かけ、 新潟日報市場で俺たちの夢のイレブンが募集された。ファン投票の結果を受け、2014年1月4日の新潟日報市場で発表された夢のイレブン監督12人を一家に記す。最多得票はマルシオ・リシャルデスの507票だった。並びは投票数順。現在、新潟県内を中心に170の企業、団体から出資を受けているが、 具体的な出資者名は明らかにされていない。設立当初は、県内に単独で J リーグクラブを支える体力がある。企業が存在しないため、広く薄くの方針で、多くの企業から出資を募った。事業規模は、毎年23から24億円程度で、30億円程度とされる JY クラブの平均予算と比較しても、貧弱な数字になっている。現在の社長は代目で、 クラブ広報を務めていた田村光、2016年12月31日付で退任予定。前身の新潟イレブン在籍の経験もあり、2009年1月に就任した。後日する初代社長の池田博史、二代目社長の中野幸雄は、新潟社長退任後にいずれも J リーグ理事の役職に就いた。1996年、アルビレオ新潟は、 県内企業30社が1000万円を出し合い、2億9500万円の資本金で設立された。経営の中心には、県内で多数の専門学校を展開する NSG グループ理事長の池田博士が据えられた。当初、アルビレオの J リーグ挑戦は、ワールドカップ誘致活動の一環という性格が強く、経営状態も芳しくなかったために誘致成功を手土産に、 解散の可能性もあったという。池田は資材を投じて、窮地をしのぐ一方で、講演会組織を立ち上げて、小口の個人出資を募った。さらにこの頃から、バラまき作戦とも揶揄された採算を度外視した、無料招待券の大量配布が始まり、観客動員数は飛躍的に増加。収支は2000年に、初めて黒字へ転換した。しかし、 J1 昇格に伴う強化費の増加に加え、観客動員数の落ち込み等を要因とする営業収入の落ち込みもあり、2005年から公表されている収支報告では毎年営業赤字を計上した。チケット売り上げ等の工業収入は最大時の2005年に約12億円を計上したが、2012年は最大時から5億円減となる約7億円。 工業収入の柱となるシーズンチケットの売り上げは最盛期の2万枚からおおよそ半減している。アルビレックス新潟シンガポールは2004年に創設されたシンガポールの S リーグに所属するサッカーチーム。アルビレックス新潟やそれ以外の J リーグチームから若手の育成先として選手の派遣を受け入れている。アルビレックス新潟シンガポールは 留学プログラムの拠点として、スペインのバルセロナにバルセロナフットボールアカデミーを設立した。また、2014年にアルビレックス新潟プノンペンを設立し、カンボジアリーグに参入した。ただし、アルビレックス新潟プノンペンのトップチームは1年で活動停止となった。ジャパンサッカーカレッジ、JSC は、北信越フットボールリーグに加盟するチームで、 アルビレックス新潟の運営母体である NSG グループ新潟総合学院国際総合学園の参加にある JSC に所属している選手はアルビレックス新潟の練習へも参加でき事実上のアマチュア組織のチームとなっているまた2005年に JSC 高等部が設けられアルビレックス新潟ユースと共にユース部門を担っている JSC 高等部は 海士学園高校と教育連携しており、高校選手権や高校総体に海士学園ジャパンサッカーガレッジ高等部として出場している。アルビレックス新潟の決算は次の通り、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。